職業オタク、まゆぴぴです。そして MC で構成作家の石橋哲也です。おお、今日はなんとゲストに石橋さんが来てくださっております。よろしくお願いいたします。でも石橋さんがって言っても知らないと思いますよ。もう全世界知ってると思います。知らないでしょ。一人だけすごい興奮されてますけど今日大丈夫ですか僕。だってかの有名な、いやいやいや、かの有名なですよ。これやだよ、もうコメント欄が荒れる予感しかしない。誰だよお前みたいなさ。たくさんのアイドルさんの構成作家さん、構成とか、あとは MC、はい、MC レギュラー番組の MC だったりとか、レギュラー番組の構成、あとはトークレッスンというね、あ、はい、ものがあって、そのバラエティとかトークとかね、やる時のレッスンをやってる、はい、こんなところでやってますよ。今出てますよ、きっと担当してるアイドルはここら辺が、いや、すごい、すごいんだよ、はい、本当にそのアイドルたちが、はい、いらっしゃるというか、はいはい、やらせていただいております。素晴らしい、はい、なんとまゆぴぴチャンネルに遊びに来てくださったということで、うん、本日はそんな石橋さんと私まゆぴぴで、今日は歌詞について。そうなんですよね、アイドルの歌詞、うん、やっぱりいいものたくさんありますもんね。いや、あるんですよ。あの、僕もね、去年からあの楽曲制作をですね、はい、オファーを受けたまわっておりまして、はい、で今年でいうとあのスカイフィーランっていうね、フルーツジッパーの、もちろん早川さんと、共作で作らせていただいたりとか、はい、なんですごく音楽と向き合う、はい、歌詞と向き合う時間も増えたことで、うん、いや、やっぱ改めてこのアイドル曲の歌詞の良さにですね、ビシビシと痺れまくってる現状にこの回に呼んでもらったと。もう今日はカンジャムです。ほぼね、ほぼカンジャムですよ。今日はカンジャムです。あの、見えてないと思いますけど、ここにキーボードありますけど、はい、死者の勇者カンジャムなんで、ね、実際弾いてみるみたいな、はい、そうですよ、はい、カンジャムが大好きって共通点もあるんだよね。そうなんですよね、うん、そう、私もずっと学生の頃から見ていた番組ですし、うん、本当に大好きなんです。しかもあの、先にカンジャムが好きっていう共通点喋ったけど、はい、もっとちゃんとした共通点あるじゃないですか。そうなんですよ、一番先に言わなきゃいけない共通点あるでしょ。そうなんです、うん、あの、まずなんでこのコラボが実現したかっていう話なんですけど、はい、実はね、先日、うん、あのフェスティブの高木エリアちゃんとプライベートでお茶をしていて、うん、そのカフェ、私がね、すごく行きたかったおしゃれなカフェだったんですけど、そこに入ったら突然ユリアが、え、お疲れ様ですとか言い出して、え、何事何事って思ったら、うん、なんと石橋さんたちご一行様が、ご一行様じゃない、たまたま同じカフェにいらっしゃって、で、そこで挨拶させていただいて、うん、YouTube やってるんですけどって言ったら、あ、出るよ、うん、出るよは先に言ってる。俺どんだけなんかズーズーしいやつなの。違う見るねって言ったんですよ、はいはいはい、見るねって言って、そしたら出てくださいって言ったら、いいよって言ったの。そうでした、 YouTube やってるんですって。出るよ、おかしいでしょ。その端折り方は厳しいよ。ちょっと前向きちゃん飛ばしすぎた。俺そんな前のめりで YouTube 出る人じゃないよ。めちゃくちゃ YouTube 出た人みたいな。いや、めっちゃ、でも初めてかもしれない。YouTube とか出るの、貴重ですね。いや、貴重でもなんでもないんですけど、別にめちゃくちゃ嬉しい。ということで今日は、うん、この2人でアイドルの歌詞についてを、うん、考察していきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。本日は石橋さんが、うん、手掛けてこられたグループだったりとか、うん、あとは聴いてて、あ、この曲めちゃくちゃいいみたいなものをなんとプレゼンしてくださるみたいなので。そうなんですよ、なんかね、チャンネルの、ファンの方々が、はい、結構あのイコラブちゃんとかノイミーちゃんとかね、ニアジョイちゃんとかのファンの方が多いと聞いたので、もちろんそれについてもちょっと語らせていただきたいんですけど、うん、でもそれをやると、いや、何をお前ねふざけんなよとなるかもしれないんで、ちょっとならない、一旦触れるぐらい。わかりました、うん、そうしましょう。逆にですね、のみちゃん、小籔ちゃんとか以外のアイドルちゃんの曲にもめちゃめちゃ歌詞が素敵な曲があるというのをですね、私はもう昨日の晩、いや、もっと前からかな、何を紹介しようと思ってたら、今朝ヒゲ剃ってくるの忘れました。だからマスクなんだ。そうそう、あのコロナ禍にかこつけて、はい、あのマスクでやってますけど、ヒゲを剃ってくるの忘れるぐらい、今日何をプレゼンしようかっていうの結構ガチで来ましたよ。いや、めちゃくちゃ嬉しいです、うん、本当に。私ももう緊張して今日朝5時に起きました。すごいね、それなりにサッカー見てたからどうしようか。サッカーの予定も気になりましたけど、うん、そうなの、ね、そうなんですよ。今日はどういう形で紹介していきますか。
じゃあもう関ジャム方式でいきましょうか。関ジャム方式、あ、このアイドル曲の歌詞がすごいみたいな、すごいみたいな回で今日はいきましょう。じゃあまず皆さんにちょっと歩み寄っていくとですね、はい、もうイコールラブ初めて見たのが確か、はい、アットジャムエキスポの多分メインステージ、横浜アリーナでこうやって見てたんだけど、はいはいはい、感動してしまって、いい曲ですよ。いい曲だし、まあ、パフォーマンスもすごいんですけど、はい、やっぱり僕はあの昔から楽曲は歌詞8、はい、曲2ぐらいの割合で聴くタイプなので、いいですね。だからあのクラブ行っても楽しめないタイプです。ああ、でもちょっとわかります、うん、右から入ってきたワードが左に抜けずに、うん、頭の中をぐるぐるぐるって回って引っかかる曲が結構なんか作業とかしてて、うんって立ち止まっちゃう、立ち止まったりとか、あとなんかこう夏フェスとかで移動中にお目当てじゃない、ここはまあいいかなっていうところのステージの前通り過ぎた時に入ってきて、えってなる、あります、そうあります。どちらかというと曲ってよりかは歌詞が多くて、まさにこのイコラブちゃんも、あ、はい、見てみようかなみたいな感じでサッシーがやってるとこなんだと思ってたら、もうズドーン、はいはい、刺さったんですね。ズドーンって刺さったところがあって、はい、まあこれもちろん、はい、もう全部いいんですが、はい、やっぱりこのサッシーの天才的な最後のね、あの Depend on you, you complete me ですよ。え、でも多分今視聴者さん私と同じ気持ちだと思うんですけど、うん、そこみたいな、そこです、そこなんですね。いや、それまでもずっと、はい、ああかっこいい曲かっこいい曲と思ってね、はい、ね、あの真ん中のショートカットの子、その時は知らなかったから、ちゃんや、その時は知らなかったから、推しです、神推しです。あの、あ、この子すごい表現力だなと思って、その表現力に引き込まれてたら、はい、Depend on you, you complete me, グラ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 。ちなみにどこら辺が、いや、まずディペンドが聞こえた時に溺れる、まあね、一応あの大学出てますんで、はい、あのディペンドで分かったのよ、はいはい、で You Complete Me ってなんだ、うん、初めて聞くぞと思って、確かに聞いたことない。でイコラムの出番が終わった時に、うん、こうすぐにスマホで You Complete Me で調べた。そしたら調べるとこ調べるとこでなんか解釈が違うというか、あ、辞書によってはちょっと違うみたいなのがあって、はい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 、でまあ言ったら、まああなたは私の全部ですみたいな、うん、全部を保管してるみたいなね、うん、そう、もうなんか虜っていう書いてあるとこもあったし、全てって書いてあるとこもあったんだけど、でもなんかコンプリートミーかっていう、確かに解釈が難しい組み合わせではあるかもしれないですね。コンプリートってなんか結構ほらね、ポケモンカードとかやとね、ミッションコンプリートみたいな感じで結構こうポジティブな、そうですね、この要素、うん、ディペンダー溺れるだから、うん、あんまりこうポジティブな要素ないけど、コンプリートって結構達成したんだよ、ミッションコンプリートとかさ、結構ポジティブあれだったのに、はい、この楽曲のこの中に、うん、コンプリートかっていう、もうあのセンス確かに、うん、僕もあの作詞をするので、はいはい、簡単に行こうとすると Depend on you, you are everything でもいいんですよ。あー、なるほど、うん、You precious one でもいいんですよ。あ、わかりやすい、うん、はい、うん、でもいいし、宇多田ヒカルさんは Addicted って言葉使ったね、 Addicted to you, Addicted かも、そうありますね、そっかってなった時に、そこで Complete me か、確かっていう、なんか新しい概念をあそこに入れてくれて、この歌詞のこの一小節のために絶対に調べながら勉強したと思うんですよ。確かに、いつも辞書を持ち歩いているっていう。あ、そうなの。はい、辞書を見ながら歌詞とかに生かしてるみたいなお話。だからこの学校に行ってなかった分、もう自分で勉強して、自分がプロデュースするグループのこの一小節に、うん、魂と命を込めて結果、その結果、まあ、いろんな人からね、うん、愛されてるけど、うん、僕のようなこうライトに気軽にコラボを見に行った人のもう耳に入れて頭の中引っ掛けましたっていう、もうこれがきっと僕がそうってことは、こう何百人って同じような人がいるはずなんですよ。確かに確かに、だからそこをサボらなかったのがすげえなっていう、すごい、うん、最後の一小節で、しかもそれを歌詞をね、はい、こう見返した時に、はい、ピリオドついてんだよね。おー、確かにピリオドついてるかもしれないです。 Depend on you ピリオド、はい、You complete me ピリオドなんですよ。これ、はい、手遅れコーションのカップリングの部活中に目があるなって思ってたんだの、はいはい、部活中に目があるなって思ってたんだは丸とかないですよ。おー、確かに、その鍵括弧なんですよ、はい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 、感情なんですよ、はい、でもピリオドついてるってことはあれ文章なんですよ、うん、
だから俺はね、あの二人は死んでしまって遺書なんじゃねえかとさえ考察してんのよ。やばい、そういうことだったんですか。いや、わかんない、わかんないよ、わかんないよ、わかんないよ。このまま二人で落ちるところまでってことは、もう落ちきった先ってもう二人で一緒に、そういうことかっていうことで、それありえますね。ピリオドがついてる意味って文章ってことじゃん。確かに、だって普通つけないですよね。普通つけないよ、はい、あれがもし二人があなたが好きよみたいな感じで言ってる、いわゆる言葉だったら、うん、会話だったらピリオドじゃないですよ。確かに、ピリオドがついてるってことは文章なんですよ。デスノートの文章、わかる。なんかこう自分たちの血で床に書いたのか、相手の体に刻み合ったのか、もしくはもう喋ってる言葉なんだけど、はい、もう本当感情が抜けちゃって、もう本当に無の状態で喋ってる言葉だからピリオドがついてるのか、そこはわからないですけど。確かに、でも考察するとありえますね。だもうそれはサッシーに聞かなきゃわかんないけど本当に聞きたい。でもなんだろう、昔ね、はい、まあ、サッシーの、まあ、いわゆる師匠って言ったらなのかもしれないですが、はい、木本康史先生が、はいはい、曲というのはリリースした瞬間に聞き手のものだから、聞く人のものだから、その人が解釈したものが正しいっていう名言。そうだから私たちのもちろんね意図はあるけど、はい、その人がそう思ったら受け取ったらそうなんだっていう、だから自由に皆さん考察して楽しんでくださいっていうのをですね、うん、昔おっしゃってたので、うん、もしそのイズムが指原さんに受け継がれてるのであれば、サッシーも多分聞いたら、まあそれは皆さんで楽しんでいっぱいやりながら俺はそうじゃないと思うとか私はこう思うとかっていうのをやり合ってくださいね、楽しいでしょっていう、そういう時間も我々に与えてくれたピリオドなんじゃないかと。それも含めのエンターテイメント。そうなんですよ、素晴らしい。ああでもないこうでもないって喋りながら酒飲んでる時が一番楽しいじゃないですか。わかります。そうですよね。なんでピリオドついてんだ、鍵括弧ついてんのにピリオドついてるんですよ。深読みしたくなっちゃう。すごいな、確かにピリオドまで注目してたのはさすがお目が高いですね。なんかどっかの考察サイトとかにない、そういうの。でもどっちかというとあの MV が結構ユリだからね、はい、うん、そっちにこうスポットライトが当たりがちなんですよね、うん、なんでそこに注目するっていうのはやっぱり作詞家さんならではの。僕ならつけるかなって思ったんですよ、このピリオド。確かに、いきなりですもんね。そうというのがあって、え、これもう超長くなっちゃったね、もう触りだけさ、本当視聴者の方が結構こうサッシーのあのプロデュースしてるグループのファンの方が多いので、なんかご挨拶程度でじゃあイコラブの曲やろうかってなったんですけど、もうこれで一本いけるぐらいの長さになっちゃってしまって、これまだ紹介するよ5曲めちゃくちゃ準備されてるのにまだ5曲もあるんですよ。やばいやばいやばい、触りがこんな感じで、はい、パート2はパート2こういうのの考察とおすすめの曲をちょっとやろうかな。超楽しいじゃん、超楽しい。そうだね、テンション上がってタメ口になって、いやすいませんすいませんすいません、どう考えても僕の方が倍ぐらい倍ぐらい年上ですよ。すいません本当に知らないテンション上がっちゃってますよしかも結構初対面ですよねまだ2回目なの。割と2回目なんですよ。オタクってこういう共通のあれがあって、いいのいいの、そうそういいのいいのいいの、すいません全然いいです大丈夫です、はい、後で裏で謝ります、はい、今日は一旦ここまでということで、うん、第2弾のカンジャム、はい、カンジャムつっちゃダメだよ、マイベビチャンネル、カンでもジャムでもない2回目もお楽しみにしていただけたらと思います、はい、この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではマイベビとしましてねでした、バイバーイ。パート2あるよ。